今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。早速ですがお願いがございます。この動画がいいなと思えばグッドボタン、分かりにくいと思えば遠慮なくバッドボタンを押してください。今回より釣り用語などの解説部分を表示していました。左に関連画像と重要キーワード、右に解説、このような構成でお届けいたします。次回以降の動画作成の参考にさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。具体的な改善案などございましたらコメント欄にお寄せいただけましたら嬉しいです。それでは春シーバス解説していきます。まだまだ寒い季節ですが、ようやくバチ抜けという言葉が聞こえるようになってきました。そう、シーバスです。ですがバチパターンだけでは釣れないというのはご存知ですか？これまでバチパターンの細長いルアーを使っているのに坊主という経験をされたことがある方も多いのではないでしょうか。この動画ではバチ抜けだけではない春のシーバスを知ることで確実な一本を釣る方法を解説していますので、最後までご覧ください。ということで本日の結論です。パターンにとらわれない。これから春シーバスを解説するにあたり、冬シーバスをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬シーバスのおさらい。早春シーバスの特徴、早春の餌、早春シーバスの釣り方、早春シーバスを狙うポイント、動画の最後には特典パートとして冬シーバスで触れた有明スズキについて少しだけ深掘りしたいと思いますので、楽しみにしていてください。冬シーバスのおさらい。それでは春シーバスの前に冬シーバスからおさらいしていきましょう。まず冬シーバスと言われる12月から2月は基本的に産卵のため沖に出ていき、個体数が少なくなるシーズンです。そこで産卵に絡まない個体を狙っていく形になるのですが、この城についたシーバスを狙うことで大型のシーバスを釣り上げる方法を解説しました。こちらは冬シーバスで詳しく解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。早春シーバスの特徴。では早春のシーバスにはどのような特徴があるのでしょうか。結論から言うと、3月の早春と言われるシーバスは産卵後で体力があまりない時期です。そのため沖でベイトを追いかけ回すようなことはせずに、比較的ベイトが食べやすい河川に流入してきます。皆さんも疲れているときは Uber Eats とか頼みたくなってしまいますよね。そして体力が比較的あるとされている大型の個体ほど早く河川に流入してきて捕食活動を開始するので、大型個体を狙える時期でもあります。早春の餌。さて前回冬は大型のこの城についているシーバスを狙いましょうとお話をしました。これが早春になるとどうでしょうか。早春の主なベイトはバチ、網、ハクなどです。つまりこの城とは違ってベイトサイズが小さいということが言えます。そしてこれが冒頭でお伝えしたバチパターンだけでは釣れない理由です。なぜ釣れないのか順を追って解説していきます。ところでこれらのベイトに共通して言えることは何かわかりますか。それは遊泳力が弱いということです。つまり産卵が終わって体力を消耗したシーバスにとっては最適な餌と言えますね。網といえば一見するとエビと思われがちですが、プランクトンの一種で、その大きさは1センチメートル程度です。そして一般的に春先のバチと言われる大和川ゴカイはだいたい10センチメートル程度になります。形態が全く違うことがお分かりいただけるはずです。ですからバチパターンを意識したルアーだけを使っていても全く釣れない可能性があるということになります。早春シーバスの釣り方ではどのように狙えばいいのでしょうか。まずバチパターンから説明していきます。バチはそのうねうねした動き方から遊泳力がありそうな感じに見えますが、流れに逆らうほどの遊泳力はありません。ですからバチを模したルアーを上流側にキャストした後、ゆっくりとリトリーブして若干の引き波を立ててあげることがポイントです。そしてルアーが自分よりも下流側に入ったらすぐに回収してキャストし直します。基本的にはこれの繰り返しで複雑なロッドワークは必要ありませんが、それだけにタイミングやポイントが重要です。では網パターンはどうでしょうか。
まずシーバス釣りにおける網パターンではバチパターンのような餌を模したルアーは存在しません。ですから普段使用しているミノーを使うことになるのですが、そこで大切になってくるのがレンジです。なぜなら網は表層にいることもあるしボトムにいることもあるので、一概にどの層にいるということが言えないからです。そして網を捕食しているシーバスは基本的に網を追いかけるようなことはせずに待ち構えていることが多くなります。そのため流れのよれとなっている部分にミノーをゆっくりと通してあげる必要があるということです。最後は最も難しいとされる吐くパターンについて解説します。この時期の吐くは大きさが2センチメートル程度なので、このパターンもマッチザベイトとはいきません。もちろん小さいルアーも存在しますが、シーバスタックルでそのサイズのルアーを扱うとなるとキャストしても飛距離は出ませんし、釣りで最も釣れない、何をやっているかわからないパターンに陥ってしまうのでおすすめしません。そこで重要になってくるのが狙うポイントです。ハクも他のベイト同様に遊泳力は強くないので、どうしても流れの緩い場所に溜まる傾向があります。そのため表層から 20cm から 30cm 程度を引けるルアーを使用してゆっくりと引いてくる釣り方が効果的です。いずれのパターンでも共通することは遊泳力が弱いので、いかに自然に泳いでいるように見せるかが重要となってきます。早春シーバスを狙うポイント、では具体的にどのようなポイントを狙えばいいのでしょうか。まずは光のある場所を探してみましょう。例えば河川にかかる橋脚の除夜灯周りをチェックしてみてください。バチは光のある場所に集まりやすい傾向があります。だから光に照らされたバチ画像がたくさんあるということですね。ちなみに私は現地では平気ですが、写真でバチを凝視するのは正直苦手です。ですから人によってはかなり苦手な部類に入る画像だと思いますので、閲覧に注意してください。話を戻して、次は流れのよれとなる部分を狙ってみましょう。何度もお伝えしていますが、遊泳力が弱いバチは流れのよれとなる部分にどうしても溜まってしまいます。そして産卵後であまり追いかけたくないシーバスは、そういった場所で勝手に流れてくるバチを待ち構えていることが多いです。もしそこで反応がないようであれば、その近くの流れのある場所を狙ってみてください。この時のシーバスも基本的に待ち構えていると考えられるので、バチが流れてくることを想定して流れの中でバチを狙っている可能性もあります。ですからよれだけでなく流針付近もチェックするようにしましょう。今回のまとめです。春シーバスと一言で言っても、よく見聞きするバチ抜けだけに対応しても釣れないことが分かっていただけたかと思います。ですからこの早春の時期に活動を始めるシーバスの餌となるバチ、網、ハク、それぞれの生態も学びつつ、釣るための仮説を立てながら、その仮説を検証するための準備をして、いろいろなパターンを探してみてください。そうすることで釣れたではなく釣った価値ある一尾に出会えるのではないでしょうか。次回は3月から4月頃の中旬シーバス釣りについて解説していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それでは特典パートです。ここでは前回の冬シーバスで少しだけ触れた有明スズキを少しだけ深掘りしています。まず1985年頃に研究者の間で有明海に新種のスズキがいるらしいとささやかれ始めたそうです。思いのほか最近ですよね。その後 DNA 解析など本格的な調査が進んだ結果、7万年から1万年前の間に中国の大陸スズキと日本のスズキが交雑して、氷河期の終わりとともに海水面が上昇し、有明海に取り残された依存種ではないかということが判明しました。依存種というのは環境変化に伴い分布を縮小して限られた場所に残るのみとなった種のことを言います。このような貴重なシーバスは一度でいいから自ら釣って直接見てみたいですね。釣りって学べるには、ディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに580名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらにディスコードでは釣りだけでなく、料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。
登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となってさまざまな情報を共有してみてはいかがですか。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。